こんにちは、なつみです。今日はなんと長野県長野県戸隠スキー場に来ております。戸隠スキーフィールド書いてますね、はい、初めてなのでね、あんまりまだねコース状況が分かってないんですけど、とりあえず分かることはバーンがすごい良かったです。歩いただけでね、うん、すごいいい音がね、素晴らしいバーンが出来上がってますね。ここは結構長野の中でも標高は高い方になるんですかね。途中まであんまり道行きなかったけど、いきなり近くに来たらガッて来たね、行く。とりあえずね、まあ山頂を目指してね、一応ベースにあるこの第3だったかなのクワッドに乗って、それリフト2本で山頂に行けるらしいです、うん、行きましょうか。はい、さあ行くぞ。というわけで今はねボトムのところからクワッドリフトを1本乗ってきたところに着きました。これはね、まあ中腹ですかね。ちょうどなんか真ん中なんよね、ゲレンデの、うん、右も左もなんか上下的、上下的にも真ん中もう1本ね、乗り着いたらなんか山頂にね、行けるみたいなんで、そこをね、目指していきたいと思います。雪がいいね、最高の音してるよ。これで山頂に行けるやつですね。じゃあ私と行きましょう。というわけで今は山頂に向かっているところなんですけど、ちょっとね滑っただけでもうね分かるパウダーの軽さあ、雪質めっちゃいいね。やばい、びっくりしたちょっとやばいね。今だいたい気温がマイナス5度6度そのぐらいにはなるんですけど、結構やっぱ寒いですね、うん、ちょっと今日若干風もあるんでそうだね、体感結構寒い感じはするけど、パウダーもいいしカービングバーンもねちゃんとエンドレスカービングバーンみたいになってて、なんか結構なんかいいシャドウでいい幅があるバーンが、うん、多そうな感じがしたね。カービング勢絶対好きなやつですねこれはというわけでね、まあ、もうちょっとで山頂着きますので、とりあえずこのまま乗っていきたいと思います。はい、アクション。はい、山頂着きました。景色最高やばい、飛んできそう結構風が強い。じゃあね、今からね戸隠の山頂から一番ね大外のコースちょっと滑っていきたいと思います。こちらもちょっとね初めてなので冒険する気持ちで行きましょう。I'm not afraid to die.
どうした、何笑ってんだ。衝撃映像、棒が抜けました。今インナー手袋がさ、このセーフティーバーにひっついた寒いからねというわけで、今は途中にあるペアリフトに乗ってますと言いますのもね、さっき一番大外のコースを滑ろうと思ってたけど、まさかのね、これに乗らないとそこにはたどり着けないという罠がありましてさっきはあの山頂から行ける一番大外を滑った感じです。このペアリフトも降りたら、そこのね、ほんとこのゲレンデの一番のね、お外を滑れるということでね。確か、トガッキー A コースっていう名前ですね。トガッキーってなんかさ、マスコットキャラクター。あ、そうよ、おったな、なんかあれか、なるほどね。はい、じゃあ今回はリベンジということでね、ここは山頂ではないですけど、ここからね、大外滑って、麓を目指してね、行きたいと思います。はい、寒すぎてさ、口があんま動かんないけど。確かになんかもごもごしちゃう寒い、本当に寒い、ね、じゃあ、はい、行きましょう。行きまーす。あ、これなだらかやばい、めっちゃいいバーンや。どういう状況？どういう笑い？ワイム？やばい。ワイム埋まったんだろ。いい音してるね。
いい音してますね。よかったね、最後の攻めましたね、最後リベンジしてよかった。実はあの、キンピンタも入ったから。マジで入ったの？実は中入ったから、本当に抜けてきたから。マジでちょっとビビったわ。今滑ったコース以外にも、こっち側にはね、シャドウがね、ありそうなコースがあったりとかね。とにかく、雪質が良すぎる。そして寒い。だから雪質が良いということで。マジで寒い。皆さん、高岡市スキー場、結構ね、面白いスキー場なので、ぜひ遊びに来てください。結構、この高岡市の近くにね、そば屋さんがたくさんあるのをね、見ながら来たので、今から食べたいと思います。じゃあね、今回の動画を見ていただいて、本当にありがとうございます。また次の動画でもお待ちしてます。